はい、皆さんこんばんは、和道です。2018年5月の7日月曜日、夜中回って月曜日になりました。0時3分です。よろしくお願いします。はい、こんばんは、よろしくお願いします。ゆうさんこんばんは、かいほこんばんは、よろしく。はい、こんばんは、みんなこんばんは、よろしくお願いします。はい、ぼやじさんこんばんは、よろしく。今日マッハ祭り見た？みんなマッハ祭りどうだった？マッハ祭りはアメリカ人勝ったのかな。アメリカ人と原田さんが出てんだよね。どうだった？なんか試合結果とかね、ツイッターとかに載ってないんですよ。いまいちね、結果が分かってないんですよね。どうだったんだろう。なんかあれだよね、便所太郎さんも言ってたみたいね。アメリカ人勝った？どうだった？強かった？うん、シャカトペコ元気だよ。あ、俺見てないからね、ダンスの時間が何なのか分かんないな。どうなの？いい、盛り上がった感じじゃん、マッハ祭りは。なんか、もしよかったら感想を教えてください。ダンスのシーンがいらなかった。誰が踊ったのか分かんないからね。アメリカ人が踊ったのかな。なんだろう、ダンスって。あ、でもアメリカ人勝ったんだ、すごいね。まだキャリア半年なのに、経験者に勝つのすごいよね。音響が大きすぎて会場、解説が全然聞こえなかった。難しいよ、プロの音響じゃないとあのクラスは無理だと思う。 PA がねいないとダメ。配信に特化してる PA、 あのね、ライン弾きっていうんだけど、ちょっとね、音響の知識がないとね、難しいと思う。あれは会場で爆音だから、音がね、多分バリバリ割れてたんだろうね、多分ね。マッハマクツリ行かずにひたすら泳いでた。行くっつってもあれ、チケットないと入れないでしょ。タモジさんはどっついらっしゃい。まあ、でもしょうがないよね。初めてやる、配信慣れてない人が初めてやるわけだから、それはまあしょうがないと思うよ。俺もね、ライブのバンド練習の時とかやっぱ音響苦戦するもんね。あの爆音のところでね、配信やるっていうのは結構スキルがいるんですよ。独自のね、音についてかなり詳しくないとできないと思う。その中音、外音、ライン取りっていうのが3つの音作りを同時にやんないといけなくて、で全部のバランスをどうやって確認するのかっていうのがあるから、まあだからテレビとかのね、やつに見慣れてる人とかだと物足んないっていうか、音が聞き取りづらいのかもしれないね。風船ありがとう、ありがとうございます。まあまあしょうがないよな、そこはな。あ、見た？あれだったよ、眼観塾、佐田さんもなんか追加になってたね。面白くなりそうだね。ニコ生勢も来たね。あと2日でね、眼観塾締め切ることになると思うから、佐田さん来たね。解説者が途中で雷神なのの話をしてたのはびっくりした。おー、何なんだろうね、敵の興行の宣伝をするんだ。まあプロだったらそういうことやらないはずなんだけどね。普通にカンペでダメだっていう風に出るはずなんだけど、何なんだろうね。
プロの解説？それって普通あんまりやらないよね。うん、はい、アンコロいらっしゃい。わだつ、珍しいね。まあまあしょうがないよ、素人の限界だよやっぱり。そこは解説誰やってたんだろうね。今日はライジンも放映されてたんだ。ライジンよりマハ祭りを見ろとか言い出してた。おお見てる人に向かって見ろって言ってもね、それライジンの会場で言わないと意味ないからな。マッハ祭り見ろってね、番組見てる人に言われてもね。うん、後ろのプラスチックって何？スケッチブック？あ、これあれだよ、 T シャツのデザインとか、あの T シャツのデザイン今作ってるところ。うん、ライジン見てないね。総合格闘技苦手だからあんまり見てないですね僕は。てかテレビがそもそもない。かっこいい、ありがとう。何、アメリカ人は実際強かったの？どっかで見れないの戦いは。アメリカ人と原田さんの戦い見たいんだけど、 YouTube とかで見れないのかな。ダメなのかな、まだ上がってないのかな。背中にリスナーさんの名前を背負うっていう T シャツになるから、背中だね、リスナーさんの名前は。で、文字はね、赤手空拳っていう文字を入れようと思ってんだけど、赤手空拳だから全面プリントのデザインがまだできてないんだよね。ここに赤手空拳って入れようかな。ここに赤手空拳って、だんだんね捨て頃も近くなってきたから、そろそろねみんなもエンジンかけないとダメだよね、捨て頃の選手は。大丈夫なのかなこれ、捨て頃。どう思う？赤手空拳は何も持たないで戦うっていうことだね。まあ捨て頃の意味と近いんだけど、その自分を鼓舞するときに武器も何も持たず立ち向かっていくみたいな、そういう意味ですね。うん、バカプレゼントありがとう、アイテムありがとう。
カズアスありがとう。アイテムありがとうね、いつも。なんかブロックしたアンチから LINE が来たんだけど、なめてんなとか思って、ブロックしたアンチから LINE が来て、なんだっけな、なんで来たんだっけ、頭開いてるよな本当に。ブロック解除早うだって、バカすぎない？なんで こんなに上から目線で言えるんだろうね。普通ブロック解除してくださいお願いしますとかだろう。それでもしないけど、うん、マリンさん花火ありがとう、来た来た、ありがとうございます。かっこいいでしょ、赤色空間かっこいいでしょ、赤色空間背負うよ、うん、ありがとう、パフェありがとう、解放イエー、いいね、ありがとうございます、皆さん応援。パチパチもありがとう。うん、かっこいいよね。徒手空拳とかも同じ意味合いなんだけど、徒手空拳と赤手空拳はちょっと意味合いが違うんだよな。まあ徒手空拳の方が有名な言葉じゃん。何も持たない戦う、まあ捨て頃と同じ意味だよね。まあ空手と同じ意味だよ、手に何も持たないから空手っていう。グラップラーバキによると、塔から塔ってあったじゃん、あの歴史に。で塔から中国、塔から沖縄大陸にで、伝播したから、塔の手って書いて空手だったんだよね。赤手空拳はまさに捨て頃っぽいし、赤手地も和道っぽいし、完璧、いいよね。で胸にこう赤手空拳ってこうここに入れようかなと思ってんだよね、俺のイメージだと。こうここにドンと赤手空拳って入れて、ここに顔を入れて、でまあ、うん、デザインちょっとまだ迷ってるんだけど、肩とか入れたりすると高くなるから、まあまあどっかに和道って入れてやろうかなと思ってて。捨て頃と意味合いかぶせたいなと思って、捨て頃イベント T シャツだから。直樹兄さんの配信見たことない。ああもうやる気ないから見なくていいよ。うん、もう全然応援する価値もないから、はっきり言って。3000円前後は無理じゃないかな。うん、5000円未満ぐらいを考えてる。多分3000円前後は無理だと思う。あれ解放はもうチケットは手に入れたんだっけ？チケット手に入れてない人って誰かいんの？行きたいけど、どうしても行きたいけどチケット手に入れてないっていう人いる？この中に。解放はもう手に入れたの？手元にあんの？チケットは。直樹兄さんダメだな。対戦相手に恵まれてなさすぎるね、今回は。もう売名根性丸出しじゃん。しまいにはうつ病でそれどころじゃないとか言ってんだよ。もう辞退しろよ、そんなの。そんなんさ、病気なんて関係ねえから、リングの上上がんの。怖くなったんだろ？だったら逃げろよ。他の相手とやるから、俺。そう思いません？
ドカソだよ、ドカソ。だって名前も聞いたことないでしょ。ああ、もう手に入ってるんだね、解放は。オッケーオッケー。ドカソ、ドカソ。はいはい、ワードツ。はいはいはい、名前変えたの？なんで？うん、鉄拳打つ治療と銘打ってリングでボコボコにしてほしかった。いやもうなんかもう慣れてるっつうか、怒りすら湧いてるね俺は。今回の直樹兄さんの件に関しては、あの客が怒っていい頃だと思ってるぐらいだよ本当に。そう思わない？なんで客も怒らないんだろうって思うもん。はいはい、どうもどうも。普通になんかやる気ねえんだったら去れよって思うもん。そう思わない？やる気ねえんだったら去れよでしょ。あ、そうなんだ。大丈夫？俺難波さんの方が名前いいと思うけど。戦う前から逃げてるっつうか、俺はあのプロの興行じゃないっていう点がまず1点目。配信者のね戦いなんだよ捨て頃っていうのは。で、あの練習する姿も公開しない。捨て頃に対する配信もやる気がない。練習しないじゃなくて公開しないんだったらファンが楽しめるわけないじゃん。それって和道さんのね、和道さんのあの練習とかで勝手に盛り上げてもらって、僕あの試合でいいとこ取るんでって、この根性がもう配信者じゃないんだよ。そう思いません？もう自分で流れを作ろうとか自分で盛り上げようとか、イベント俺盛り上げるからね、和道に勝つからねっていう誠意もない。練習すらも公開しない。スパーリングもやらない。俺イベントに出れればいいやって。俺らさ、ワンの選手っていうのは命がけであのブランドを作ったわけよ。あのもうやる気ねえわ正直言って、あんなクソみてえな相手なら。だから隠れて練習してんのなんか知ったこっちゃねえんだよ。だったらプロになれよ。うん、あの盛り上げる気がねえんだろどかそがよ。だからあのいつまでたっても金魚の糞って言われんだよ、石川の隆起の金魚の糞。裏方やってろよじゃあ。うん、どかそがよ。そう思わない？有名じゃないからみんな知らないんじゃん。有名じゃないじゃん、みんな知らないじゃん、うん、つまりその程度なんだって。ああ、そう。いやだから言ってやればいいんだよ、お前なんかもうやめろと。もう向いてねえよ配信って。いや和道リスが怒っていいと思うよこれ。だったらまだリザーバーのペニーとやった方がまだマシだと思ってるから。俺は全然ペニーの方が盛り上げてくれるよ。いやガチ怒りだよ。いや普通にそう思わない？ユウさん普通にそう思わない？いや辞退しろってもう本当に言うべきだよね。えドルさんとやった方が盛り上がる。ていうかやる気のある人でやった方が盛り上がらない？あのチケット払って金払ってる人に侮辱だよこれ。俺言ってること間違えてるか？俺格闘家とか別に練習もしなくていいわ。配信で盛り上げる気がねえんだったら去れよっつってんの。配信者として怒ってんの。いや交代するべきだよね本当に。だから便所さんも詰めるべきなんだよあんなの。やる気ねえんだったら去れよって言うべきなんだよ電話で。興行に関わることなんだ。チケット売れて満足してんじゃないの便所さんも。金儲かれいいのかよ。3、4って続かないよこんなの。うん、いやリスナーをバカにしてるのがムカつくんだよ。配信をバカにしてんのがムカつくんだよ。もう何ヶ月経ってんだよ発表が決まってから。だからドカソなんだよ。
何年やってんだよな配信な。楽しませてなんぼじゃんね。エンターテインメントとしてさ盛り上げてなんぼなんじゃないの。嫌いなんだよね、そのそういうなんか人のさ、なんつうの、人のなんかなんつうの、ふんどしで相撲を取るみたいな、あんま好きじゃねえわ。かっこ悪い正直。だったら一緒に切磋琢磨してやってたさやつらの方が全然いいわ。プロとして自覚はないんだろうね。まあ趣味でやってる子でしょ、趣味でやってる人でしょ、遊びなんでしょ彼にとっては。俺は金もらったりとか客、金もらって客が来てる時点で俺は責任感じるのが普通だと思うけどね。配信者としてさ普通の感覚でしょ。風船ありがとう。だからねリスナーさんそれ敏感に感じてるじゃん。これワンの方が良かったんじゃないのって。危機感持った方がいいよ。はい、ワドツ、長さんいらっしゃい。おー、すごいじゃん。花火2つも上がったの？ファンを大事にね。よかったね。一発の花火いただくの、すごく大変なことだから、ありがたいことなんだよ、解放。えらい、ねえ、始めたばっかりなのに、いいファンに恵まれてるんだね。いいリスナーさんと出会ったんだね。大事にね、そのリスナーさんを。なかなか人は応援してくれないよ。応援してくれる人を大事に。ねえ嬉しいでしょ。うん、そうそう、その人に向かってね、その人たち、応援してくれる人たちに向かって表現していけばいいから。配信者は有名になってきたら批判する人も出るけど、そんなのはほっといていいの。全世界の全人類を楽しませるコンテンツなんかないわけよ。だから自分のファンに向かって、ファンが喜んでくれることをやっていけば、ファンは着々と増えていくから、批判してくれるやつなんかどうだっていいの。イライラするでしょ。だってこんだけ経ってるのに報告を聞かないんだもん。逆に俺が聞かれてる始末だよ。直樹兄さんって強いのって。知らねえよそんなの。みーすけわざつ、知らねえよ。俺が聞きてえぐらいだよな。別に練習しろとは言わないよ。イベント盛り上げる気ねえのって聞いてんの俺は。いいんじゃないの、怪我すんの向こうなんだから。ただ俺としては何の面白みもないよ今回の。何の面白みもない。しまいには今年の頭さ決まってあれだよ、サインした後に何した、あいつ酔っ払って足折れましたっつったんだよ。もうその時点で辞退しろっつったの俺は。ごめんなさい足首骨折しちゃいましたっつって、バカだろ、酔っ払って忘年会で、新年会だか忘年会で足首折ったんだって。やる気がねえんだよマジで、全くやる気がねえんだよ。
アンジュは人気の証拠だとは言ってないよ。知名度に比例するって言ってるだけ。人気の証拠とは言ってない、うん、俺が言ったのはファンを大事にしろってことね、うん、俺が言ったのはアンチなんてほっとけっつ。なんで金欲しがってんの。金が欲しいのに理由なんかないよ、うん、実績が欲しいかな、うん、配信5年間ずっとやってきて、一生懸命やってきてさ、でやっぱりその自分が好きな業界でやっと飯が食えて、うん、分かりやすい実績が欲しいね、うん、風船ありがとう。マンスリー圏外なのは俺のせいじゃないから、うん、まあ俺はやること淡々とやるよ、うん、淡々とやるよマリンさん。見てくれる人が笑ってくれたり興奮することをコンテンツを作っていくように毎日頑張ってるから俺は32歳ですね。ポポちゃんいらっしゃい。新野鳥は27だから俺の5個下だよ。俺の方が年上。来たい、みーすけ花火ありがとう。来た来た来た、ありがとう。ゆいさん風船ありがとう。こんばんは。来たぞこれ。この一発一発が俺の人生を切り開いていくんだよ。やっぱね、大人になったらね、稼げないとね、誰もね評価してくんないの。稼げるようになったからね、いろんなところでお声かかるようになったんだよ。いや、人の真似して金が単純に欲しいわけじゃないの。自分の表現とか大事にしてて、やりたいことをやってで稼ぐっていうのが俺のスタイルなのね。ただ単にお金が欲しいってわけじゃないの。俺がやってきたことの対価として俺は100万円取っていいと思ってるから、うん、俺は100万円もらって当然だと思ってる、今の自分の価値が、うん、1000人が花火一発投げるだけで終わるんだから、それくらい面白いことやってきたと思うよ。体張ってきたと思ってる。俺はただ金が欲しいなんていうのは、だったら普通に働くわ。俺は俺のやり方でここまで通してきたから。いや違うんだよ。俺ちょっと達彦にもちょっとあれだったんだけど、この前の便所さんの最後の練習会あったじゃん。で達彦は直樹兄さん来るブッキングだったんだって。もう来るって言ってたから、僕見ておきますねって、どんな選手かって言ってたのに来なくなったんだよ。バックれたの。それで俺が言ったんだよ、バーターで。バカすぎるだろ。だから怒ってんの。寝坊だなんだかんだって俺は叩かれたでしょ。それでも言ってんだよこっちは。てめえのバーターでなんで俺が行かねえといけねえんだよ。約束ぐらい守れよ。バックれてんじゃねえよ。ていうかリスナー裏切るんじゃねえよ自分のよ。バカすぎるだろ本当に。やる気がねえんだったら最初から来るなんて言うなよ。ていうか出るなよ。引っ込んどけよ本当に。ぬるい配信やっとけよ。そう思わない？うん、囲われてりゃいいだろ。石川紀之の金魚の糞でいいだろ。一生駒使いやってろよ、ペコ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 よ。そう思わない？人の糞土して相撲取んじゃねえよ。バカが。そんな甘くねえわ、配信。ね。世の瀬の法則は俺もあると思ってる、うん、俺は OBS だよ、うん、俺は OBS。 高いんだよね。もう一つあの X スプリットの有料版高いんだよ、うん、
1ヶ月3000円とかだっけな。で、買い取り4万とかじゃなかったかな。永久ライセンス確か4万とか5万とかだったんだ。俺は OBS で無料でいいやと思って。 OBS俺インターフェースあるもん。インターフェースなくても音は流せるけど、俺はインターフェースかましてるよ。モニター1枚？俺はモニター2枚使ってる。2枚あった方が便利だった。俺はね。まあモニター1枚でも、うん、それはパソコンの使い方の問題だからな。そうじゃない。パソコンの使い方の問題だから、なんとも言えねえよ。うん、そればっかりは。大丈夫だよ。俺もね、5年前配信始めた時は外部ツールなんて何一つ分かんなかったから。で、多分配信会トップを競うぐらい機材詳しくなったから。そんなもんだから、あのね、やる気があったりして自分で覚えていきゃ覚えられるから大丈夫だよ。自分で調べてどん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 ね、自分のやりたい放送を追っかければいいんだよ。みんなね、最初できないかなって不安になりすぎなんだよ。できるから絶対。ゆっくりゆっくり金かけて一個一個の機材と向き合って使いこなせるようになって、頭の中にその完成形はないとダメだと思うよ。そのこういう放送がやりたいっていう画面とか、その音とか、そういうなんつうの、頭の中の理想形を追いかけてって、でようやく形になってきたかなっていう感覚かな、俺の中では。だんだんできてきたなみたいな。最初はみんな分かんないでしょ。
でも頭にゴールがないと機材のこともやっぱり分かんないんだよね。自分の作りたい絵が浮かんでないとダメだと思う。絵さえ浮かんでたら何とでもなるよ。俺はノートパソコン。はいはい、おはよう。早いね。エデン、おはよう。バカ、風船いつもありがとう。おはよう。結局、あれでしょ、画面の中で何を表現したいのかだからね。表現したい答えがないと、絵描きとかもそうでしょ。道具が揃ってるからじゃなくて、頭の中にあるものを紙に起こすときに、何が必要かな、自分にっていう選択をしていくわけだから。要はそれが表現できたらいいわけだからね。機材とかもだいぶ金かけたよ、俺。配信に。こんばんはっていうコメント表示されてないな。何だろう。あれ、ニオルさんの「こんばんは」がコメント欄出てないな。バグった？ああ、やっと来た。おっそ。風船ありがとう、ニオルさん。こんばんは。なんかラグがすごいね。1分ぐらいあったよ、今。あ、今大丈夫だ。なんかニオルさんのコメントが遅かった。おい、ヒトラさん、おはよう。おはよう。おい、ユーリー、こんばんは。はい、またよろしくね。楽しんでって。よろしく。はい、ビビさん、こんばんは。よろしく。楽しんでって。はいはい、頑張るよ。だから、それもムカつくじゃん。結局、金魚の糞なんだって。直樹なんとかとかいうやつは。直樹なんとかっていうやつはもうダメなんだよ。人の、ね、糞土じゃない、相撲取れないタイプなんだって。それでわかるでしょ？あ、ダメだこいつっていうのが。配信環境を見させていただきました。まあまあ、いや別に大変じゃないよ。まあパソコンはさ、こういう、ノートパソコン、レッツノートで、で、まあ放送画面はこんな感じで、モニターにつないでんのね。で、これが OBS ってやつなんだけど。で、まあコメントここで拾って、こっち側ではコメントビュアーでみんなのコメントあるでしょ。こうやって。で、ここで。で、音楽、音響はこれで作ってんの。これをつまみをこうやってやると音楽でかくなるでしょ。で、このボタンを押すと、うなちゃんマンの声が出る。な。すごいでしょ？おい。すごいでしょ？このランプがつく、エフェクトっていうランプがつくと、配信者の声が出る。やべえだろ。ああ。このボタンね。うなちゃんマンエフェクト。フォローありがとう。
このボタン高かったよ。そう、本格的ではねないんだよね。どちらかっていうと低予算でコストパフォーマンスが高いものを選んで買ってるので、俺実はねこういう音響とかのプロの、あのライブハウスでその PA って呼ばれてるんだけど、音響の仕事をずっとやってたので、 OBS の画面見たいって見せたじゃん。これだよ、 OBS の画面これだよ、これが OBS。 本格的ではないね。低予算でかつパフォーマンスが高くて自分のやりたい最低限の機能を持ってる。予算内でどれくらいの表現ができるかって。でもねもう揃ってきたかな俺の中では。ヘッドホンもいいやつだし、まあ、マイクは安いやつだからもうちょい高くしてもいいかなって思い始めたぐらいなんだけど、カメラもブリを使ってるでしょ。だいぶいいと思うよ、だいぶいいと思う。かなり揃ってきた感じ。配信者、他の配信者、新やっちょが機材マニアなの。もう配信界トップクラスの機材マニアで、俺より高い機材何個も持ってるけど、結構セッティングとかは、俺に聞いてくるぐらい。ワードどうやってやってるって。だからね、多分トップ3に入ってると思う。配信の、その、機材マニアっぷりは。俺か新やっちょだろうな、多分詳しいの。キャプチャー可能だよ。キャプチャー可能。例えば俺がよくやってるのは、俺のツイッターこんな感じだからフォローしてっつって、こういう風にツイッターできるし、まあまあこういう風にね、ここに映すこともできるし、こう好きなところに映せる。できます、できます。ロジクールのブリオだから、ロジクールの型番の名前ブリオっていう、ロジクールの最上位機種を今使ってるってことね。さっきも言ったけどエルヴィンね、自分で調べないと。俺もさっき言ったけど5年前に自分でやったからやったのよ。で、俺仕事中なんだわエルヴィン。で、自分で覚えな。なんで俺がエルヴィンに教えないといけないのよ、キャプチャーのやり方を。俺先生じゃないから。みんな自分で調べてやってるんだよ。そうそうそう。はい、こんばんは、わたあめいらっしゃい。ここに来ると多分画質はね、今ねちょっと調整中なんだけど、画質の良さと音の良さは多分異常にいいはず。バランスがすごくいいはず。いや、それそうでしょ。だって俺 OBS の開発者ではないし、解説もね仕事ではないから、ありがとう、今日調子いいね、わたあめさん、花火ありがとう。本日3発目来てるよ、来てるよ。もう今日いいね、今日いいね。はい、こんばんは、ゆうじろうさんいらっしゃい。今日は飛ぶね、ありがとうね、みんな今日はいいよ。これがふわっちだよ。じゃんじゃん花火ください、ありがとうございますね。ありがたいよね、いい感じだわ、非常にいい感じだわ、非常に。カズアンさんありがとう。 iPad は配信機材じゃないね俺の中では。 iPhone とか iPad で配信機材だって言ってるのは俺の中では配信機材に入らない。お手軽に配信する、まあまあ今みんなほとんど iPhone でやってるからあれだけど、機材としてカウントにならないかな、俺は笑う。プロの配信者がいて配信機材って言って iPad 出してきたら俺は笑う、ね、何もできないからね。
でも緑さんの俺手動のキャプチャー好きなんだけどね。緑さんっていまだに「おいてめえこの野郎なんだこのコメントよ」ってこうやってやんの。わたあめてめえなんだこれって古いっていうね。いまだに10年プレイヤーなのにこれやるんだよ。よいこーっつって、なんだこのコメントっつって、こんなやり方いまだにそのクラシックスタイルでも面白いことやってるっていうのは逆にすごいなと思うけど、多分わざとやってるんだろうけど、キャプらないっていうね。全力で素人っぽい感じ。いや今のはあれだよ、例ね、例。カズアスありがとう。今でもやってますよ多分。今でもあのカメラでキャプチャーするっていう。キャプチャーとは言わないよそれ。まあ、ゲーム配信も結構あの難しいんだよな。ゲーム配信は機材が結構もう一手間かかるから。でもこの世界面白いよ結構、いろんな機材があって。いろんなやり方もあるし。お金はかかんない。キャプチャーするのにはパソコンがあればできる。ただパソコンのスペックが低いと、そもそもこういうソフトを使えない。だからオーバースペック気味に買うの。いや、いいパソコン30万40万のパソコン買わないとっていう感じかな。まあ別に5万6万のパソコンでもいいパソコンあるんだけど、今度パソコンの勉強しないとダメだね。 CPU がどれくらいとかなんだかんだとか。配信はね、音作るのと映像作るのとキャプチャーと、まあブラウザとっていろんなものを複数にソフトを立ち上げるから負荷がすごいかかるの。パソコンに DVD 見るだけじゃなくて撮影をしながら送り込むっていう、そのパソコンの脳みそが必要なの。だからそのまあオーバースペック気味で買っといた方がいいと思うよ、どうせ買うんなら。まず一番最初に金かけるのはパソコンだね。なんかたまにね、いいカメラ買ったらいい画像が撮れるって勘違いしてる人結構いるのよ。違うのね。機材は高い、別に安くてもうまく撮ることはできるの。だからまあまあ高い方を買った方が表現の幅は広がるんだけど、俺は高いもの買った方がいいと思うよ。あれ？またなんかふわっちのサイトを起動しなくなってんな。おかしいな。不具合多すぎるよな最近。でもまあキャプチャーが必要な配信って限られてるからな。あると便利だけど別になくてもできるよ。なくてもなんとかなる。ねえ、なんか重たいよね今ね。
最近サーバーの調子が悪いね、ふわっちは。なんか遅いよね。なんかプツプツしてる。ダメだ、ふわっちほんと調子悪いな最近。ラグがすごいね。いや、解放のレッツノートがどれくらいのスペックあるかは俺は分かんないから、解放がどれくらいのスペックのパソコン持ってるのか解放しか知らないじゃん。私のレッツノートでダメかななんて言われても俺は分かんないよ、何言ってんのって感じ。和道さんの機材はゲームすることは可能なの？できますよ、全然。僕の機材でゲームはできます。キャプチャーボードっていうのが必要なんだ。遅いね、ちょっとね。和道さんってなんで配信者になろうと思ったの？あ、いい質問だね。多分イベントだと思うね。俺がね、配信者になろうと思った理由は簡単。すっげえシンプルだよ。何がやりたかったかっていうと、なんて言えばいいのかな。時間に拘束されないことと場所に拘束されないことっていう2つの条件を考えたの。人間が生きていく上で、寝る時間が8時間、仕事をする時間が8時間、あと残り8時間なんですよ。これが普通って呼ばれてるもの。寝る時間8時間、仕事する時間8時間、プライベートの時間8時間。でもサラリーマンって9時間働いて、中昼間は結局職場からこう動けないし、移動時間とかもプライベートの時間削る。だからプライベートの時間で実は4時間か5時間しかないのよ、普通の人って。で、俺は睡眠障害っていうのを持ってたから、人よりも寝てしまったりとかする障害があって、普通に働くことが難しかったの。もう子供の頃から分かってたのよ。でだどうやって生き残っていこうと考えたら、働かないわけにはいかないわけですよ、人間っていうのは。仕事をしないと生きていくことはできないからでしょ。で、俺はその起きてる時間人よりも働くっていうことは別に苦じゃないの。人よりもパフォーマンスは高い方だと思ってるのよ。で、なんていうのかな、誰にもまず時間を拘束されないこと、起きた時働けるようにすることと、場所が世界中のどこにいても稼げるっていうことを2つを考えた。で、そうなると仕事って絞られてくるんですよ。 FX のトレーダーやろうかな、株のトレーダーやろうかなとか、ブロガーになろうかな、 YouTuber になろうかなって、こうどん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 狭くなっていく。もちろんその事業を始める時っていうのは資金が必要だから、自分の手持ちのお金と相談だよね。で、その中で2つ候補が上がったの。 YouTuber と配信者に絞ったの、俺はね。で、 YouTuber と配信者に絞って、なんで FX とか株とか投資っていうのをやめたかっていうと、結局パソコンの前に張り付いていかないといけないから、時間的な拘束っていうのが絶対必要になるのよ。その場所は無限にいいんだけど、自分がやりたいって思った時フットワークが取りづらいと思ったの。でも配信とか YouTube の場合って、カメラさえ持っていれば別に今この瞬間やりたいことが変わっても対応力があるでしょ。で、配信か YouTube っていう風になった時に、実は俺日本で最も早いぐらいの YouTuber だったの。かなり早く始めていて、 YouTuber っていう言葉がない頃から YouTuber やってたから、もう正直もうからくり分かってたからいいやってなって、やったことないことにトライしたいなと思って、配信者の方を選択した。それが5年前。だから俺はそのなんつうの、いつ何時もやりたいことができたらすぐにフットワーク軽くしておいて、しかも
何をやっても稼げるっていう状態を目指してて、やっとそれが実現できたっていうのが今の段階。例えばサラリーマンとかやってたり、株とか FX のトレーダーやってたら、急な仕事をもらった時に対応できないでしょ。今から来てとか、何日に来てって言ってもサラリーマンって動けない、アルバイターって動けないのよ。だから俺はね、サラリーマンやるのは俺にとってはリスクだったんだよね。そんな感じですね。それが僕が配信を選んだ理由です。だからまあ、あの時ああいう選択をして俺は間違いじゃなかったなとは思ってるけど、いい人生の選択をしたなって思ってる。悪くなかったっすね。もうていうか思った通りだったね。思い通りっつうか、やっと自分らしく生きていけるようになったかなっていう。中学生ぐらいの頃に描いてた理想の自分っていうのは手に入れたかもしれない。あとはまあ一個一個150個ぐらいやりたいことがあるから、だいたい30個ぐらいは回収できたから、これからもあと120個ぐらい生きてる間にどれくらい回収できるかなっていう、まだまだ一個ずつ回収してる段階ですね。そんな感じ。配信画面の左上ってどういうこと？これには無理だよ。あのロゴはそういう風に作ってないから。あのロゴはそういう風に作ってない。いや、解放も勉強してくんだよ。あのね、何でもかんでも答えをね、もらえると思ったらダメだよ。だったら、俺の近くにいな。うん。盗むんだよ。俺は他の配信者がやってるところ画面を凝視して盗んできたんだよ。今まで保護を続けるっていうのはダメだったんですが、保護を抜けたのがすごい。俺は生活保護はなりたくてなったわけじゃないから、あの時もうどうしようもなくてそれしかなかったの、選択肢として。うん、だから別に生活保護続けろって言われたよ。うん、だけど自分の意思で抜けたの。俺は前からずっと働きたいって言ってて、ただその働くっていう概念が一般の人とは違うのよ。俺の場合は、俺はその労働とか奴隷はやるつもりないから、誰かのしもべになるつもりはないから。だから人とは働くっていう概念はちょっと違うかもしれないけど、働くことは大好きなのね。そう、だから俺は保護抜けたかったから抜けたっていうだけ。別に保護続けることもできたよ。ただ収入が多くなっちゃったからね。収入多いっていうことは生活保護する必要ないからね。ただそれだけだよ。生活保護っていうのはあくまでさ、所得の低い人をこう、なんつうの、守るのが仕事っていうかね、うん、守る役割だから。だから生活保護に対する誤解っていうのはどんどん解いていかないとなとは俺自身は思ってる。生活保護を分かりやすくというか、もっと一般な、なんかこう誤解を受け続けてるから、生活保護っていうのは。そこはなんか解消していきたいなとは俺自身思ってるけど。じゃあモンスターエナジーもらってもいい？
だって13万じゃやりたいことなんかできないもん。はい、ありがとう。みんなできる？東京で生活するのにさ、家賃6万かかって13万でやりたいことできる？普通の感覚で言ったら羨ましくもなんともないでしょ。なんか生活保護羨ましいっていう人たまにいるんだけど、俺本気で言ってんのかなっていうふうに思うもん。足りないよ。だから生活保護を受けたくて受けてる人なんかいないと思うよ。仕方なく受けてるんだよ、働けないとかさ。そう思いません？ KP、 なんか誤解を受けてる気がするんだよな、生活保護に関しては。生活保護やりくり大変だよ。まあそれでも先進国の中ではかなり優遇されてる方だとは思うの。実際世界と比べても支払われてる額は高いのね。だけどそれでも別に裕福だとは俺は思ってない、羨ましいとは思ってない。 KP、 なんかすごい誤解が多いなって思うのよ。だから生活保護を受けてる人の苦しみっていうのは俺は分かる方だと思うよ。だって日本で生きてて東京に住んでてさ、13万円でどこが羨ましいんだよね。羨ましさないもん別に。誰も思わないでしょ、羨ましいなんて。生ポ羨ましいって言ってんのってさ、最底辺の本当の低所得の人じゃん、うん、逆にもっと考えた方がいいよっていうか、そんな国おかしいよ。生活保護羨ましい、生活保護羨ましいって。働いてる人がもっと稼がないとダメなんだよ。稼げる社会を作らないとダメなんだよ。いや、受けてる人500万人ぐらいいるからね、今日本に。すごいよね。まあだから国のシステムがぐちゃぐちゃなんだよ、政治が悪すぎるんだよ。そう、生活保護は、うん、変わらないからね。生活保護を羨ましいみたいな風潮はなくさないとなっていうふうには感じてる。そういう考え方はダメだなとは思ってるね。日本は労働環境が悪すぎるんだよ。超実力社会だからね、日本は。まあ、だから生き残り大変だと思うよ、これから。いいところに勤められる人はいいかもしれないけど、普通って言われてる、庶民って言われてる人たちの生活はどんどん苦しくなっていく世の中だから、これからの子供は大変だと俺は思ってる。サバイバルだよ、サバイバル。もう格差社会は始まってるよ。もうこれから来る来るって言ってるのはもう頭おかしい人だよ、感覚鈍ってる人。もう格差社会はとっくに始まってるので、この格差がどんどん広がっていくだけだから、ただそれだけ。だから生き残るためにみんな必死になった方がいいと思うよ。何パーセントか引かれるっていうわけじゃないの。例えば東京で言うなら13万円なんだけど、例えば7万円しかバイトで収入がない一人暮らしの人だったら、残りの6万円っていうのは受け取っていいんだよ、生活保護って。これを誤解してるので、要は足りない所得を補填するのが生活保護の本来の考え方は。
何パーセント保護費から引かれるっていうわけじゃなくて、働いてて13万以下の都内に住んでる一人暮らしの人は受け取る資格があるっていうのを日本人が理解してないだけなの。引かれるっていう感覚じゃなくて、足りない分を国が補ってくれるっていう制度は、だからベーシックインカムだよ、簡単に言ったら。でしょ、何パーセントじゃないよ。で、13万以上稼げるようになったら保護もらえないですよって、ただそれだけの制度。もらえる人はもらえばいいんだよ。はい、こんばんは、マムさんいらっしゃい。なんかね、調子悪いみたいね。っていうか、もうふわっちがログインできない状態になってるね。全然機能してないね。ラグも結構すごそうだよ。サーバーが調子悪いんだろうな。いいよ、普通にやり取りして。放送は多分聞こえてるはずだから、あの話題振ってくれたらその話題で話すからさ、大丈夫だよ。うん、生活保護って親親族がいたらもらえないの？もらえるよ、もらえる、もらえる。おはよう、こんばんは。ヘルツのカバンの光沢、まあ磨いてるからね、メンテナンスしてるからね。てか部屋買ってたんだよ。財産あったらそれもらえないよ。財産まず先に売れって話だから。それそうでしょ。それは普通の感覚でそうでしょ。うん、だからみんなね、誤解してるんだよ。制度は調べないとダメよ。そのために税金払ってるんだから。何のための税金って、国を運営するためでしょ。で、みんなの国を運営って国民なんだから、みんなは。だから払うだけ払ってサービスを利用しなかったら意味わかんないでしょ。受け取るもんは受け取っていいんだよ、資格のある人は。サーバー障害か。フワッチが公式にアナウンスしてるね、サーバー障害出てますって。サーバー障害多すぎるだろう、いくらなんでも。生活保護はね、親親族がいたらもらえないんじゃなくて、世帯でもらうものっていう風に覚えておくといいかもしれない。簡単に言うと、世帯主とか、住民票に書いてあるでしょ。その人が、代表してもらうっていう、家でもらう制度なの、個人でもらう制度じゃないの。だから親兄弟いたらもらえないんじゃなくて、家の収入で計算するってことね。仮にお父さんが、世帯主っていうのは扶養義務って言って養う義務が発生するの、家の中で。だからお父さんが稼いでいたら、お父さんが払わないとダメってこと。養わないといけない義務が発生してんの。だから親兄弟で全員働いてて、そのトータルの収入が国が定めた金額じゃなかったらもらえないよ。そういうこと。ダメだ、コメントが来ないな。多分コメント打てないんだろうね。もやもやするよね。ふわっち頼むよ。連日ずっとだもんね。今見れてんのかな。
あ、コメント打ててるね、うん、もらえるもらえる。閲覧20、閲覧20ってどういうことだよな閲覧20はねえだろ。コメント来たね今ね、見れてる？あ、来た来た、復旧した復旧した、そうそうそう、受けてみないと分かんないでしょ。受けたらやっと理解できるんだよ。来たね。あ、来た来た来た。戻った戻った、閲覧。うん。じゃあ、タイムラグ測るんで、5秒後にのって書いてください。5、4、3、2、1、のって書いてください。1、2、3、4、5。5秒。大丈夫。治った治った。大丈夫大丈夫。仮に親が亡くなって兄弟は結婚して出て自分が一人になって、さっきも言ったんだけど、たーくんね、世帯でもらえるものなんですよ。世帯で、つまり自分一人しか住んでない、住民票に自分しか登録しなかったら自分が世帯主だから、それで13万以下を下回、東京の場合よ、東京の場合13万以下を下回ってたらもらえます、はい、ロゼいらっしゃい、みんないらっしゃい、楽しんでってもらえますよ。親が亡くなってとかじゃなくて、そもそも国が定めた基準の家の収入っていうのを下回ったら必ずもらえる制度なで、もらえないっていうことはない。申請はね、区役所の生活安全課が普通かな、区役所市役所の生活安全課。まあもらい方なんか別に、区役所に行って生活保護の申請したいんですけどって言ったら誰でももらえるよ。あとはその収入とかを調べられて、銀行口座とかで全部提出して、本当に収入が少ないっていうのを、水際作戦知ってるよ。ただ水際作戦っていうのは違法行為の。ありがとうありがとう、クラッカーありがとう。謝らないで、少ないも何もないよ。アイテムくれる人に悪い人いないから、ありがとうね。いただきます、ありがとう。うん、物知りつうか、ほら俺が生活保護受給してたから、徹底、俺はほら自分が知らないものとか自分がわけわかんないものを受け取りたくない主義なのよ。だから徹底して調べたの。そうだね、福祉事業所だったりするね、生活安全課か福祉事業所か。まあまあ、あの区役所の受付で聞いたら教えてくれるよ。もらえるケースともらえないケースがある。もらえるケース、車等持ち家については、あ、全然ナマポのことを質問してくれたら全然話すよ、全然話すよ。持ち家とか車があってももらえるケース、もらえないケースがある。いや、申請、あのね、ここがね、みんな誤解してることで、申請することは権利だから誰でも申請できるの。要は僕は生活保護もらえますよねっていう申請書を出す権利はあるので、その、申請書が出たら区役所員は調査をするの、2週間かけて。でその調査で、あなたは財産あるから無理ですよ、あなたはあの収入少ないから生活保護もらえますよって。申請無理っていうことはない、申請は誰でもできるから。要は自分がちょっと生活保護に対象になってるんじゃないかと思ったら申請書出してみればいいんだよ、簡単だから。水際作戦攻略難しいって言ってるけど、そんなことないよ。申請書を目の前でボンと押して、もし書類を破ったりとか、もしそれで申請をしなかったら裁判で負けるから。みんなね、相談しますよって最初言うの、区役所員は。で相談で返されちゃうの、それが水際作戦って言うんだけど、要は生活保護を受けないように追い返そうっつうのよ。ただ俺はいつも言ってるのは、申請書を置くだけでいいって言ってる。そう、申請は拒否できないから。でもし拒否したとしたら、それは多分裁判で負けるから絶対やらない。申請書を書かせないように、書かせないようにするの。だから申請書をくださいっつって出したらいいんだよ。もしくはあの申請書テンプレートであるから、あの申請書を自分で書いて出せばいいんだよ。ね、車持ってたら生活保護無理って言ってるけど、法的な根拠ないのよ。なんでかっていうと、俺あのケースワーカーさんのタッグ組んで番組作って、生活保護の特番作ってるんだけど、あの車中泊で生活してる人とか生活保護通ってるから、そう、違憲行為になるね、拒否したら。
いやいや、申請書は絶対通るから、通る通る。あのケースワーカー11年やってた人と番組作ってるから間違いない。で、あの申請書を出して調査が入ってダメっていうことは結局該当しないっていうことよ。みんなね、調査の段階、あの申請書出さないで帰ってんだよね。いや、俺だから実際 NPO も弁護士もついてないで受けてたから、まあ、相当突っぱねたけどね。水際で返されそうになったけど、俺は申請書を出しに来たって言った。そうで、知り合いのジャーナリストにもし申請書を受け取んなかったらあのリークするからって言ったら通った。あ、本当はダメなんだよね、そんなことやってたら。国もなんか勘違いしてんだよ。役所税金で働いてるくせにさ、なんで申請書を断るんだよな。お前らの給料変わんねえよっていう。別に財源も変わんねえし、なんか勘違いしてるよね。ノルマとかないはずなんだけどね。年金の方が矛盾だらけだよ。あのなんかね、みんながびっくりする話を言うんだったら、生活保護の人は叩いてるけど年金の人叩かないでしょ。それってなんでかっていうと、メディアとか行政とか隠してるかな。生活保護って税金2兆円使われてるのね。で、医療費がプラス2兆円使われてるから、生活保護費って国の予算って4兆円使われてるのよ。4兆円。まあこれは事実ね。で、国民年金は10兆円使ってるんだよ。みんなどう思う？生活費に2兆円に対して11兆とか10兆とか使ってるから、年金でもう5倍財政投入してる状態なのよ。なんでそっちの方怒んないの？バカバカしくない？なんでみんなそっちの方怒んないんだろうっていうのが俺は不思議。5倍、5倍使ってるんだよ。5倍。もう年金なんてやめちまえよって思うけどね。生活保護よりよっぽど立ちが悪いよ。なんか年金擁護派が多いんだよね。頭おかしいのかな。叩きやすいのをターゲットにして弱い者いじめだよな。っていうか、まあちゃんとしたデータを出してないっていうのは、俺はメディアがもう腐ってると思ってる。うん。年金なんかもうぐっちゃぐちゃなんだから。生活保護増えたらどんだけ予算増えるのよ。生活保護は実際もう500万人、200世帯500万人規模になってるんだよ。だからもう今がピークじゃないの。ゴミリスナーさんね、単純に支払ってる分を別にしてみんなの税金が10兆円使われてんだよ。みんなそこ誤解してて、みんなが集めたお金を、年金として集めたお金を10兆円投入してるんじゃなくて、みんなから集めたお金を年金に使ってさらに10兆足りないから、普通の税金の予算に予算割り当てしてんだよ。それでもゴミリスナーさん怒んない。それだったら怒るでしょ、無駄遣いだっつって。それが問題だから。年金は毎月支払ってる分が10兆使われてんじゃないの。現時点で足りない部分が10兆と追加されてて、まだやってるのよ、うん、っていうのをメディアが報じない。狂ってるでしょ。カオスだよ、カオス。そもそもね、年金とね、生活保護を比べることに俺は何の意味もないと思ってるから。意味ないよ。年金制度と生活保護という制度は別なんだから。年金はもう現時点で破綻してるね。
破綻してるけど破綻してないように見せてるから立ちが悪い。破綻してるよちゃん、さっきも説明したけど手帳とかはない。そうそう、根拠となる法律が全然別だから、だからメディアの印象操作だよな完全にな。崩壊してるっていう方がいいね、うん、どう考えても崩壊してるし成り立たない。別に未来から借金をしてやるって運営するっていうんだったらいいよ別に、現在そうしてるわけだから。いやもう隠しきれてないよ、もう破綻してるのはみんな分かってるでしょ。ただみんなの税金が使われてるっていうのは覚えておいた方がいいよ。もう現時点で使われてるっていう。だからね、多分ね、税金の仕組みと国っていうのが何なのか、税金っていうのが何なのかっていうのを教えてこなかったからこういうことになってんの。税と国とか、民主主義とか国民主権とか憲法とかを理解しないと多分この問題に気づかないと思う。そう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 、逆ピラミッドよ。で少子高齢化でさ、男女平等っつってさ、どん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 子供産まなくなっていく問題があるでしょ。で今度若い人たちがどんどん低所得になっていってる、子供産めるわけないじゃん。だからもう構造的にもうぐちゃぐちゃなの。だからもうそれこそ本来政治で何とかするしかないんだけど、その政治家が票を持ってるお年寄りにすり寄ってるからもう終わったんだよ。簡単に言うともう終わり。もう本当革命家みたいな政治家が現れて、本当に日本やばいですよっていうことを正しく言わないと。本当はテレビとかの仕事なんだよ、メディアの仕事なんだよこれ。そろそろやばいですよって、立ち上がってくださいっていう風に呼びかけないといけないんだけど、誰も呼びかけないから。なんでテレビもお年寄り側がね、視聴者の数多いから、そんな年寄りに都合の悪いこと言わない。だからもう構造的にもうダメなんだ。だからもうこれはね、しばらく滅ぶのを待つしかないんだよ。はいはい、こんばんは。Kさんいらっしゃい。楽しんでってね。テレビ全般がそうだね、今ね、お年寄り向けに作ってるよね。な、CM とか保険とかさ、痩せるサプリメントとか、健康産業ばっかりでしょ。痩せますよ、スタイルよく見える補正下着、保険、死んだ後怖くないですかとか、全部年寄りに向けてるコンテンツだから。あと、ゆっくり喋る。わかりやすく喋る。効果音をつける。減るのはもう確定ね。今のね、俺はね、再生のプロセスは実はあって、日本って現金の保有資産で、何兆だったっけな、現金の保有資産が1400兆ぐらいあんのかな。で、株とか不動産の資産も合わせるととんでもないぐらいのあるから、それが一回ばらまくことになるじゃん。一回お年寄りが死んだら7割ぐらいがそれを握ってる状態だから、だからね、そう、循環を待った方がいいっていう風に。だから一回バブルっていうよりもね、俺らの年齢とか俺の上の年齢にね、遺産がバンバン入って国が潤う瞬間が来るのよ、これから。だからここ20年ぐらいはちょっと耐え忍ばないといけない状態だっていうのが俺の考え方。そこで一回再生できるかどうか。年金制度はね、何年続けるかじゃなくて、続けようと思ったら借金をすればいいだけだから。続けようと思ったら続けられるんだよ。ただ借金が増えるだけなの。で、借金払うの誰かって言ったら若い人ね。借金っていう言い方もちょっとおかしいんだけどね。うん。そうそう、親の年代が金持ちだから。そう。だから20年待ってれば勝手に再生するんだけど、また人口バランスとか構造が激変するから危ないんだよ。例えばさ、老人ホームとか介護とかいっぱい作ってるけど、老人が一気にいなくなるわけじゃん。で、今度、そうすると、その仕事をやってた人たちが仕事あぶれるわけよ。でしょ？で、一時期、行政が美容師作りすぎてさ、美容室がさ、コンビニよりも多い時代とかあったんだよ。
で、美容師食えないでしょ、うん、だから大変なんだよ。だから今のこの20年の生き残り方っていうのを考えておいた方がいいよ。キャッシュポイント3つぐらい作っといた方がいいと思うよ。それかもう諦めて生活保護でいいやって考えるか、うん、俺財産1億持ってないよそんなわけないじゃん。花火で暮らしてる小月だよ。みんなが花火投げてくれないと俺は餓死するんだよ。人生崖っぷちだよ。崖っぷちどころか、もしかしたら崖の下に落ちてるかもしれませんよ生活保護の人を叩く意味が分かりません。それくらい働いてる人が低所得者が増えたってことだね。要は俺らは一生懸命頑張ってんのにズルしやがってって思うぐらい、なんかもうなんつうの、奴隷が奴隷を叩くみたいなことでしょ。だから昔生活保護同じ額もらってても叩いてなかったのは、働いてる人が豊かだったからなんだよ。だから要はね、超格差社会が始まるっていう、もう格差社会は始まってて、あの年収2,300万の層がこれからバンバン増えていくから、うん、で一方の 10% の人たちは年収1000万超えみたいな、もうボーンって。都内で賃料を払って美容室やるのはアホらしいって地方に出店する流れが増えてる。あのね、東京はね、人が多いからお客さんの数が多いのよ。有利っちゃ有利なんだよね。毎日17円のうどん俺は嫌だな。俺もそういう生活してたけど、俺は嫌だな、うん、体に悪いよね。俺は稼ぎたいな。生ポを途中で辞める理由は簡単。あの収入が増えたら、あの普通に辞めるのが通常の流れだから。俺はあの普通に収入が増えたっていうだけですね。早めに切ったの俺は、自己申告で。まあ日本にこだわらなきゃ OK って言うけど、無理だと思うよカオス。あのなんでかっていうと、もともと島国で土地に対する愛着が強いっていうのと、あのまあまあ後進国と比べて治安が良すぎるっていうのがあるから、あと島国でその外に出るっていうのがリスクだって考える人多いから、基質的にね、あのやっぱり難しいと思う。そこはそれを考えられる人は、逆に言ったら金持ちの思考になる人なのよ。だからお金持ちほど、勝ち組の人ほど海外に国籍持つ、海外に銀行口座持つっていう風にやるでしょ。だからその国籍日本にこだわらなきゃ OK っていう風に考えてるレベルの人っていうのは、もうすでに金稼げるぐらいの能力を持ってる上位国民なんだよ、脳みそ的に。だから構造の問題なの、それは。厳しいんだよ。そう、頑張らないとね。まあでも俺はまあまあ頑張ってこうかなみたいな。どんな世代にも夢があると思ってるから。あ、FX で資産1500万持ってて17円のうどん食ってんだ。そんな生活したくねえけどな。そんなにお金好きなの？楽しい？その人生。なんか俺お金に振り回されてるようにしか見えないんだけど。いやいや、1500万あってうまいもの食わないってさ、寂しくない？わかんないけど、俺だったら嫌だわ。なんか辛そう、うん、何のためにお金稼いでるかって、俺お金使うために遊びで稼いでるから。別にあのなんつうの、うまいもん食いてえとかさ、いい服着たいとかさ、あの遊びながら稼いでるから、なんか辛そうだ。いやだろうね、うん、なんかただの数字の、なんか例えばさ、俺よく言うんだけど、一応超えたらじゃなくて、別に稼いだら稼いだ分だけ使ってるから。俺ドラゴンクエストでお金だけ集めましょうっていうルールだったらやる？みんな。おドラゴンクエストであの雑魚モンスターを倒しまくってお金をひたすら貯め続ける、で強い武器買ったらダメっていうルールだったらどう思う？クソつまんないよそのゲーム。
俺絶対ドラクエやんないもん。おお勇者よ、そなたはこれから1億なんだゴールド稼ぐのじゃ、スライムをいっぱい倒すのじゃ、無駄遣いは良くないので防具は揃えるな、冒険もするな、コツコツザコモンスターを倒すのじゃ、宿は一番安いのはこの辺の村じゃ、フィールドから出るな自宅のお母さんのところに泊まるとタダだぞっていうゲームにしか見えないの。いや俺はお金何のためかって言ったらただの交換券だと思ってて、魔王を倒したりとか冒険するのが楽しいからドラクエやってんのよ。新しい技覚えるとか強いやつと戦うとか結婚するとかいろんなドラマがあるじゃん。なんかそのお金を17円のうどん食いながら資産1500万ってどうなの、うん、そう縛りゲームやってるような感じがするんだよね。そう楽しんだもん勝ちだと思う。堀さんうまいもん食ってるね。いや BNF もだから俺は全然羨ましくないの俺だって遊んでて、みんな遊ぶ時金使うでしょ、俺全然違くて、喋りたいこと喋ってみんなから花火もらえて、でプライベートは好きなように使って、すげえ好循環なの。遊べば遊ぶほど金も入ってくるし楽しくなるっていうサイクルなのよ。最強じゃない、俺自分の人生本当にねすげえうまくいってると思うもん。ただこの俺の選択の怖いところっていうのは、リスナーさんが花火投げてくれなかったら一瞬でゲームオーバーになるの。だからみんな花火投げてね、アイテム投げて、うん、最近ね1日ね1万も稼げてなくて本当に大変なんだよ。もしよかったら大金持ちの人投げて花火、うん、楽しいでしょ SJX さん、うん、遊びに綱渡りだよ本当に綱渡り俺の人生は、うん、まあ人気商売の怖さはあるよね。それは正直に怖いよ、やっぱりいつ食えなくなるか分かんないから。相続財産とか全然ないね、うん、ない全く当てにしてないね。あったとしてもね、別にこんな生活してんだからいいよ、自分で稼ぐよ。ねえ頑張ってみんなたくさん投げてね。今月俺バースデー付きだよ。今月100万稼げなかったらもう終わりだよ俺は。ありがとうナンシー、花火ありがとう、今日調子いいな、ありがとうナンシー、やったよ、記念すべき100発目ありがとうございます。来たこれ、あ100発目かっていうことは、いいね。じゃあこれ間違ってたわ、これが5万円になったってことか。ごめん、俺数字間違えてたわ。記念すべき100発目ってことは5万円で合ってるよね。これ100発目だから90、100発で5万円だから合ってるな。来ました、残り95万で100万円です。皆さんじゃんじゃんお願いします。うん、はいはい、おやすみ、ゆっくり寝てね。まあまあ人気、新しい人気者に取られるかどうかっていうのはね、それこそ仕事だから、うん、俺が人気なくなったらそれこそオワコンだよ。いいんだよそれで、切磋琢磨するんだから。記念すべき100発目ありがとう、残りあと1900発か、遠いな、頑張んねえとな。みんな頼むよ、じゃんじゃん投げて。イムタさんパチパチありがとう、まあ人生ね、楽しんだもん勝ちだよ、一回しかないんだから。だからいつも言うんだけど、来世に期待してる女の人とかいると思うんだけど、俺はそういう時いつも言ってんの。確かに人間の生涯っていうのは短いよ、たった一回しかなくて、本当に花火みたいな人生だよ。でもね、一個のことを一生懸命やるんだったら一回で十分だと思いません？僕はこの人生を一生懸命やるって決めたんですよ。で来世も
前世もいらないの。もう一生懸命この人生を一回で終わらせるって決めたの。本気でやるんだったら一回で十分でしょ。確かに短いけど。うん。だから俺は決めた。来世いらない。この人生を頑張る。こんだけ頑張ってね、またやり直せって言われたら俺もう多分神様殴ると思う。殴って唾吐きかけてやるよ。面白い、ありがとう。でもそう思わない。おい、あっちいちいらっしゃい。ね、でもそう思わない。なんかダラダラ生きてるから来世に期待しようって考えてんでしょ。俺もう一生懸命毎日毎日やってるからお腹いっぱいだもん。で、今回でもう終わりにするよ、俺の人生は。俺は生まれ変わりたくない。やることがいっぱいあるから。自分のやること一生懸命やるよ。頑張ってるっつうか、まあ人よりも動いてる方だと思うよ。おい、ともさん、風船ありがとう。ワドツ。アイテムありがとうね。そうそう、今の人生に不服だから次に期待しようって考えちゃうんだよね。今月は特に熱がある。いやいやいや、マイペースにやってるよ。マイペース、マイペース。自分のね、あの身の丈を超えることやってもオーバーヒートしちゃうから、淡々とやるだけ。淡々と今やるべきことをやってるだけ。優先順位がしっかりしてんの。ゴールが明確だから。あ、頑張ってるから金が儲かる、頑張ってるから人よりも上手くなれると思ってる人は大間違いだよ。イムトさん、バーガーありがとう。それは間違い。あのね、努力をするとか行動をするってどういうことかっていうと、運を引き上げるだけなの。結果が良くなるっていうことは約束されてないよ。ね、ボヤズさん。結果が良くなるとは確定されてないから。でも、行動しないやつで結果を得られるやつなんか一人もいないのよ。だから俺はただ運を上げるために行動してんの。ただそれだけ。自分が欲しいものがあって、それが手に入る確率が 1% でも上がるんだったら、100でも1万でもとことん努力するっていう。そう、だから実るとは思ってないよ、 100%。 ただ実るっていう風に考えてないやつは何もできないやつだと思ってるから。うん。だから俺は先に進む、前に進む、上も下も見ない。カモさんはどつ。上見ても下見てもきりないから、自分の人生で自分の決めたゴールに向かって前に進む。うん。上も下も見る気はない。きりがないから。だってさ、人と比べても劣等感を手に入れたりとかさ、人と比べてなんだろう、こう、優越感に浸ったりとかって意味なくない？なんかそればっかりやってる人いるけど、足止めてるだけだからね。俺も若い時あったよ、キュキさん。自分のやりたいことってなんだろうとか、自分のやるべきことなんだろうなっていうのはあったよ。でも、もう決まったからね。あ、俺も年取ったってことだよ。俺も年取ってきたんだよ。周りと比べても無駄無駄。だって生まれた時から能力なんて違うんだもん。そう。生まれた時、だって俺が木村拓哉とさ、イケメン勝負してどうなるよっていう。俺がさ、なんだろう、マイク・タイソンとボクシングの技術比べてどうなるよと思うもん。運を増やすイコール縁を増やすってわけじゃない。悪いカルマをつけても意味がないから。うん、そうじゃない。いつの間にかそこに流れますね、心地よく。そうそう、あのね、実はね、あのうまくいく人って自分の力でどうにかしようじゃなくて、でっかい力、波乗りなんだよね。だからサーファーとかに近くて、大きな流れをうまくコントロールするか、ダメな時は待つか、災害が来た時に逃げられるかとか、流れを読めるかどうかっていうのがだんだん分かってきた。
俺ね、ちょっとつ盲信型で世の中動かしてやるっていう考えだったの、若い頃。でもね、俺人たった一人の人間がどんだけ地球の、ま、あれを頑張って這いずり回っても地球は回らないんだよ。そうじゃなくて、周りの流れとか空気とか助けてくれる人とか力を借りるとかいろんなことを覚えていくとね、実はね、波に乗れるようになる。うん、そうそうそう。だからそのなんだろう、フォローしてもらったりとか応援してもらったりとか、その流れを読むとか、それがすごく大事だなっていうのは感じ始めた。これはね、若い頃持ってなかった、この感覚は。最近はだからね、同じ方向を向いていて、あの協力してくれる人をね、すごく大切にするようになったかもしれない。これ30代入ってからだろうな、多分。ここ最近得た心理だね。若い時はね、もうガリガリ動いてやろうと思ってたけど、これは無理だなと思ってた。ありがとう、いい波乗ってんねー、ハートありがとう、来た来た、ありがとうございます、ありがたく頂戴します、花火ありがとう、ありがとうございます。一発目、899発かな、899、おーいいね、101発目ありがとうございます。来た、これゆっくりゆっくりだけどさ、こうやってさ100万円っていう目標もみんながさ、こう力を貸してくれてるわけですよ。逆に言ったら101発分みんなが力貸してくれてるってことだからね。ハート花火、普通の花火と一緒よ、うん、いやいやいや、こちらこそありがとう。待つも大事だし耐えるも大事なんだけど、一番大事なのはチャンスが来た時に動ける状態にすること。それがね、さっきの運を上げるっていうことで、がむしゃらに動いてもダメなんだよ。ただ力をつけて耐えること。だからトレーニングみたいなものを隠さないの。結果が出なくてもゆっくりゆっくり結果は出るから。で、力がついた時に、波が来た時に最高のパフォーマンス、こう自分の描いたサーフができるかどうかよ。だけど海に行かないとダメなんだよ。やっぱり海岸に見に行かないといけないし、天候を読んだりとか、そういう技術を上げておかないと、やっぱりいい波が今日来るっていうのは分からないから。それが俺は努力って感じかな。今日の天気は風はどうか、雲行きはどうか、天気予報を見て、海岸に立って波を見て、で季節を感じて経験値を積んで、でやっと今日来るって10年目で分かると思う。来たと、俺が待ってた波、俺はこの波を乗りこなすために来たんだぜっていう、うん、まあ乗ったところで何なんだっていう話なんだけど旗から見たらもう乗ったところで何なんだなんだけど、俺はなんかそれが人生だと思ってて、うん、興味がない人からしたら何これなんだよ、どの人生も、うん、だけど分かる人には分かるし響くんだよ、うん、最高のサーフは胸を打つんだよ。流れに乗れなくても焦る必要なんてないのよ。どうせ死ぬだけだからみんなここにいる202人全員死ぬからでしょ。みんな星に帰るの。俺ら星屑だから、みんな帰るから大丈夫で、新しい命が俺らのことをね、反面教師にするのか参考にするのか分かんないけど、勝手にやってくの。だから俺らは星に帰るまで楽しむべきなんだよ。うん、そう、当たり前のこと言ってるだけなんだけどね。そうそうそう、でもそうでしょ。ここにいる人で100年後多分生き残ってる人いないと思うんだよ俺。で、喧嘩をするのか邪魔をするのか、みんなで楽しむのかっていう捉え方一つで、実は人生って大幅に変わるんだよね。俺は少なくともここにいる206人と楽しみたいんだよね、少なくともね、うん、そう、等しく。実はね、死っていうのはね、恐怖じゃなくて救いなんだよ、うん、だからこの生きてる間をどう楽しむかっていうので一生懸命考えないといけない。お母さんにありがとうって、ご飯美味しいよっていうのか、ババア飯まだかっていうので大きく変わるんだよ。10年間の積み重ねで、毎日母ちゃんにうまいわ、ありがとうなっていうのと、ね、ババア早く飯出せよって、まだ作ってねえのかよっていうので変わる。奥さんに毎日可愛いよとか言うのか、なんかね、ブスとか言うのかで大きく変わるんだよ。だからね、10年っていう歳月を待てないんだよ、多分普通の人は。そう、10年って言ったらさ、でもあっという、ね、すぐだよ、うん、
10年間どう生きるかで全然変わるよ。ゆうさんいらっしゃい、ワドツ。だからまあまあコントロール、俺は大きな目で10年っていう単位で考えたら俺はコントロール可能だと思ってる。でもね、やっぱね、待てないんだろうね。数ヶ月ぐらいしか努力は続かないんだよ。だから楽しまないといけない。努力を努力だっていう風に感じないぐらいね、やっぱ楽しむやつは最強なんだよね。音楽とかでもそうだよ。やっぱり下手でもね、ギター好きで好きでしょうがないやつは毎日弾くんだよ。10年経ってごらん、プロ超えるよ。あのね、才能なんていらないんだよ。楽しめることが最高の才能なんだよ。で、俺最近気づいたんだけど、天才とは何か。天才っていうのは欠落してることだっていうのを気づいた。そうだから、本当の天才がいるとしたら多分障害者なんだよ。はかないよ、楽しもう。俺の配信に費やした5年なんて本当に花火だよ。一瞬だよ。で、みんながみんなの価値観で生きていいと思ってる。はいはい、ワドツ。ハート花火いくら？俺に入るのは500円で、リスナーさんが買うのは1000円。値段は普通の花火と変わんない。うん。明日から憂鬱？なんで？捉え方だよ。世界を美しいっていう人もいれば、世界が汚いっていう人もいるんだよ。捉え方だよ、捉え方。うん。いや、思ったこと言ってるだけ。俺はリスナーさんをどうこうしようと思ったことない。ない。仕事が始まる？ダメだよ。ダメダメダメ。それって会社にとって良くないから、社会にとって良くないから、うん、仕事だ、ワクワクするぜっていうやつが必要なんだよ。そういう仕事を見つけないとダメよ。で、捉え方だと思うよ、うん、いやいや、俺は天才とは欠落してることだと思う。天才とは欠落してることだと思う、うん、欠落してるから飛び抜けるんだと思ってるの。だから欠落してないやつは天才じゃないよ、うん、いやいや、俺ずっと変わってない。この1年で体系化したわけじゃないから。俺むしろ、この論理体系で言ったらもう23ぐらいの時にはもうできてた。23ぐらいから言ってることが変わってない。ただ結果が出たのはこの1年ってだけ。要はようやく3年4年温めて行動してきて、ようやく結果が伴ってきたから、言葉に説得力生まれただけなの。川間さん、違う。論理体系は22か3の頃にできてた、うん、そう。実績とその稼げたりとか閲覧が増えたから、その説得力が生まれただけなの。どう勉強した？いや、生きることは全部勉強でしょ、うん、生きることは全部勉強だから。どういう風にじゃなくて、生きてることは全部学びだから。うん。だから学校で勉強する、本を読んで勉強するっていうのは俺は間違いで、人と会ったら学ぶって決めてるもん。必ず。どうやったらそういう風な考え方に至ったのかとか。俺だから会ったことある人だったら分かるはずだよ。俺すっげえその他の業界の人にすっげえ食いつくから。芸人さんに会ったら芸人さんに芸人イズムを学ぶし、カメラマンに会ったらカメラマンの機材とかもうずっと見てるもん。パソコンとか何か転用できないかなって。で、シルバーの X さんなんか質問攻めで、いやいや、もう知ってると思うよ。 X さんはずっと、これどうやってやんの、これどうやってやんの、ずっと聞くから。とんでもない質問中だよ俺。そう。だから生きることイコール勉強だと思ってる。で、アウトプットする、自分の作品としてアウトプットする唯一の場所がここなの、配信なの。それ以外は全部学び、インプットにしてんの俺は。のんちゃんなんか聞いたらびっくりするよ。
買い物行ったら店の端から端まで全部ぐるぐる回るから。ねえのんちゃん、今日もそうだったでしょ。のんちゃん、俺はもう情報オタクだから、情報詰め込んでないで嫌なの。どんな人？こんな人だよ、こんな人。今日はのりこと冒険をしようって言って、本来放送やる気分じゃなくて、冒険したいと。もう今日は休むって決めて、朝から2時間ぐらい俺がずっとダダこねて、のんちゃん車出してっつって、和道さん車できたよっつって、で何しよう何しようって言って、で、プライベートでとりあえずご飯だっつってラーメン屋さんに行ったの、歩いて30分かけて。でラーメン食べて、で、ドンキホーテに行って、ドンキホーテ上から下までまたいつも通りぐるーって回って、で何にもねえなっつって、なんか俺を刺激するものはドンキホーテに何一つないって言って、でリステリンと脇ガスプレーを買って、で帰ってきた。で結局配信だった。俺のその知的好奇心を満たしたりとか、やっぱりそのワクワクっていうか、もうすげえ考えたの。ラブホに行くとか、 SM のラブホに行くとか、露天風呂行くとか、もうそれこそ海外行ってやろうとか、今からいろいろ考えたけど、俺が最高に楽しいのは配信だったの。本当、数ある選択肢の中で。いや、あのね、芸能人さんね、これ本当にすごい感謝してることなんだけど、のんちゃんね、毎日俺のこと天才だって言ってくれるの。和道さんは天才だよって。これ本気で言ってんだよ、ネタじゃないの。なんかあったことを一日の報告をするわけじゃん。そうすると、和道さんはやっぱり天才だとか、和道さんは世界一かっこいいって毎日言ってくれるの。俺はね、こんなパートナーがいて幸せだよ。幸せ。毎日をその本気で言ってくれるから伝わるの。リステリンってね、あのマウスウォッシュなんだけど、今ハマってるリステリンがあって、これだね。俺が今ハマってんのこれ。おすすめの本、いや何系かどうかなんだけど、おすすめの本いいですよ、おすすめますよ。僕が今ハマってるリステリンこれで、実はあのタバコとコーヒー大好きだから歯が黄色くなってたので、ドレさんに相談して、あの歯を白くするホワイトニングとか勉強させてもらってたの、ドレさんから。で初期費用3万で毎月4000円ぐらいかかるって言って、でもこれね、1000円で買えるんですよ。ビジネスと自己啓発か。じゃあね、恐怖を築く13の条件じゃなくて、なんだろうな、本。自己啓発ね。なんだろう、思考は現実化するとかどう？読んだ？思考は現実化するは面白かったな。でこれ1000円でちょっと高いリステリンなんだけど、歯がだいぶ白くなってきたね。真っ黄色だったんだけど、まだね使って2週間ぐらいなんだけど、やっぱり歯が汚いってさ、よあのタレント業だから。いや、たくみんさんね、その考え方間違ってるって俺は言ってんの。1億持ってたら和道に10万円あげるっていうのは、1億持ってでない今の俺はお前に価値がないって言ってんのと一緒なの、たくみ。わかる？1億、俺が億万長者だったらあげるって言ってる人はあげないから。俺はそういうの信用しないの。そうじゃなくて、ここにいる貧乏なやつに俺は言ってるの。あのねって、ポケットの中に100円ある、たくみ。ポケットの中見て、財布の中見て、100円ある。はっきり言うよ、俺はこれ以下かって言ってんの。それと言われてるの一緒なんだよ、投げないってことは。1ヶ月に1回100円も投げねえんだよ。アマゾンカードとかコンビニで買って1000円で風船何個か買っておけばいいじゃん。ストックしておけばいいじゃん。
毎月10個だけでも毎回投げてくれる人がいるのよ。ね、お金があったら投げるじゃないのよ。この本、この情報に価値があると感じたなら俺の生活守ってよ。ここにいる全員が10円投げてくれよ。ねえ、そしたら俺2000円になるんだよ。ここにいる人たちが100円投げてくれたら 2万2000円なんだよ。わかる？つまり本当に価値があると思ったら守らないと、投げないと、少しでも。じゃあなんでお賽銭投げるのって。うん、じゃあ店に入ってただ見でお金あったら払うよ、サービス受け取るってダメでしょ。つまりその考え方だと10億稼げないよ、1億稼げないよ。うん、ジェームス・スキナーが何なの。ジェームス・スキナーじゃないよ。あの、思考は現実化するわ。うん、肉ありがとう。みんな貧乏なんだよ。うん、ただどんなに貧乏でも100円ぐらい入ってるから、どんなに貧乏でも100円持ってるから、100円も投げられないんだったらダメだよ。で、いい大人が1時間遊んで1000円も払えないって恥ずかしいから、バーに行ってお酒一杯も飲めません、ゲームセンターに行って1時間でも1000円かかるんだよ。俺の放送そんなに質低いか。どうも、どう、俺の放送はゲームセンターで1時間1000円以下なのかい。俺はバーで飲むね、あの一杯のカクテルより安いのかい。うん、俺の価値はみんなが決めるからね。ちなみに俺の価値は今時給1000円だね、花火4発だから。だけどこれは価値をつけてくれた、アイテム投げてくれた人のおかげだから、俺をどうするか、俺を何者にするかを決めるのはリスナーさんなんだよ。俺はね、なんかね、東京に住んでるんだけど、東京を退屈に過ごさないために、あの、朝起きた時に何かそのやる時っていうのは東京観光で調べるの。家に出る時はいつもそうなの、新宿観光。うん、要はここに住んでるんじゃなくて、俺はたまたまここに観光しに来たんだっていう、うん、ここに遊びに来たんだっていう感覚を忘れないようにしてるの。埋もれてる面白い、街の中に埋もれてる面白いものを探してるの。だから地元長い人とかによく面白いところないですかってよく聞くよ、未だに。5年住んでるけど。ワクワクしたいじゃん、冒険したいじゃん、新しいものと出会いたいでしょ。そう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 、ここはもうモンスターだから、ダンジョンだから、面白いこの街は。難しく感じたっていうのはね、難しいと思って読むから難しいんだよ。僕は瓜田さんお会いしたことはないです。はい、ないですね。はい、名前は知ってますよ、もちろん著名な方なんで。僕は会ったことないです。ゴールデン街とか好きだけど1回2回ぐらいしか飲んだことないな。西新宿のこの辺とか好きだよ、楽しくなるよね。でもね、なんかね、本も俺は出会いだと思ってるの。書籍も人と出会いと全く一緒だから、おすすめの本聞いても意味ないよ。自分で出会うんだよ、本って。で、貪欲になってればね、いつか出会うよ。もっと貪欲になりな。俺はスティーブ・ジョブズが言ってた意味わかるよ。ステイ・ハングリー。貪欲であれって。うん。ステイ・フーリッシュ。愚かであれ。そうなんだ。アウトサイダーまた出るんだ。すごいね。ステイハングリー、ステイフーリッシュだよ。要は、飢えてろってことでしょ。満足するなよって。何にでもなれるでしょ。同じ人間なんだから。
どんなことでもできると思ってるよ。時間と労力さえかければ。まだまだやりたいことがあるから、まだまだ回収しないとね。あ、そう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 。まあキリスト教的に言うならそうでしょ、うん、求めてないのに与えられても気づかないからね。欲しいものは手に入れるんだよ。それはね、あの訓練しました。前向きに生きるかどうかは、すっごいネガティブだったんですよ、僕子供の頃で。とある社長さんと出会って、その人結構有名な人でね、あのベンチャー系でね、もうすごい資産を築いてる人と会って、でその人が若い頃出会った時にすごい可愛がってくれて、でこう言ってくれたの。和道ねって、現代社会、特に日本においてなんだけど、ネガティブな思考は必要ないって言ってた、その人は。ネガティブな思考って本来もともと持ってないといけない本能の一つなんだって。で、怖いっていう恐怖心だったりとか、後ろめたいとか、過去を振り返るってどういうことかっていうと、命の危険にさらされる時なんだって。だからこっから先に踏み込むと怖いっていう本能が働く時って知らないものだったりするのよ。でそれってどういう本能かっていうと、こっから先に行くと野生の動物に襲われるとか、食い物が確保できないとか。だから普通の人っていうのは現状維持だけ考えるって生きるんだって、生物っていうのは。いかに現状維持を続けるかっていうのが生物の本能なの。それが生きるっていうことだから。だけど日本で餓死することもなければ、殺されるってすっごい低い確率なのよ。俺それ全部ね、統計データ見たことあるの。交通事故になる確率、飛行機が落ちる確率、フグに当たって毒の確率とか、パーセンテージが出てるグラフ見たことあるんだけど、みんな意外と知らないかもしれないけどね、車で死ぬ確率とかよりも自転車一番ね、危ないのって乗り物の中で自転車なんだよ。知らなかったでしょ。車とかバイクじゃないの。だから自転車に乗ることってすごいリスクがあるんだよとか、そのデータで見るようになったの。でネガティブをなぜ忘れるかっていうと、前に進まない能力の、ブレーキをかける能力ので、この日本で餓死することもなければ殺される危険っていうのはほぼないと。だったら自分の生活を豊かにしたいとか、やりたいことをやるためにはこの本能を克服しないとダメなんだよって教わったので、ネガティブな感情っていうのは何一つ生み出さなくて、悩みからは悩みしか生まないし、さらに悩みを増やすだけだから、ずっと悩んでる人っていない？行動しないで。悩んでる時って行動してない時なのよ。だから勇気を持つとか、ポジティブになるとか、楽観主義になるっていうことはすごく大事なことだよっていうのを徹底して教わって、腑に落ちたの。その理論体系がその人の言ってること間違いないってなったの、俺の中でね。だから俺はそれを実践したの。ずーっと悩んでる人いるでしょ、うん、そうそうそう、日本においてはね、あくまで。ただその人は海外とか行ってるんだけど、ベトナムとかフィリピンだとやっぱりその本能が重要になるんだって。拳銃で撃たれたりとか、強盗にあったりとか、殺されたりっていうのがあるから。ただ日本でそんなことほぼないと、だから日本人で何かをやるっていうのはポジティブでいた方がいいよって教わった。だから海外でその ロジックは通用しないよって。っていうか、むしろ危機感ありすぎだよね、うん、
だから前向きでいられるかどうかっていうのは悩む必要がないっていう風に体系的に落とし込んでる。俺は悩んでても何も生まない。悩みは悩みしか生まない、うん、前に進むだけでしょ。イベントをやってもいいんだけどね。やる？イベント登録してるけど。別にやってもいいけど、会話中断してまでやることかなっていう。今200人と楽しく会話できるのが目的だから、うん、イベントなんか別にイベントアイテム投げるだけでさ、リスナーさんも別にイベントなんか興味ないでしょ。無料アイテム投げるだけじゃん、うん。あ、じゃあこの枠終わったらやろうか、うん、やった方がいい。じゃあ一旦やめる。じゃあ一旦やめる、うん、じゃあ一旦枠取り直します。お疲れ様です。花火4個ありがとうね。お疲れ様。イベントに切り替えます。フォローよろしくね。初見さんは